暑いですけども、これから1時間程度、共通番号いらないネットを中心とする、市民のグループで、月1回、この場をお借りしまして宣伝活動をやっております。横断幕ぜひご覧ください。今一番問題になっている、マイナンバーカード保険証、マイナ保険証、これを強制してほしくない。今まで皆さんがお使いの保険証、これをぜひ廃止するのをやめてほしい。そういうことを中心に、最近はここ新宿駅南口で、宣伝活動をしております。ピンクのリーフレットを、配っておりますので、ぜひ、そこにかなり詳しく、主張が、私たちの主張が、書かれていますので、お持ち帰りになって私たちがなぜ、マイナンバーカードの強制に反対しているのか、保険証は残して、マイナンバーカード保険証を私たちに実質的に強制をするようなことを、これは絶対にしてほしくないというふうに考えているか、なぜ考えているのか、細かく書いてありますので、ぜひお手に取って、リーフレットの方を見ていただければ、幸いです。大変暑い中ですが、今日も少し時間をずらして、このマイナンバー制度と、それからマイナンバーカードを、徐々にマイナンバーカードを、法律上ではマイナンバーカードを持つか持たないかというのは自由です。私たちがマイナンバーカードを持つのか持たないのかというのは、私たちのあくまで自由であって、持ちたい人が申請をしてマイナンバーカードを持つ、マイナンバーカードなんていらない、そんなものは持ちたくない、そういう人は申請をしなければマイナンバーカードを持つことは義務付けられていません。これが現在の法律です。あくまでマイナンバーカードは持つのは自由です。ですから誰かに強制されてどうしても持たなければいけないという、そういう状況というのは法律違反の、状況になってしまいます。ですから岸田首相も含めて、河野デジタル大臣も含めて、決して口が裂けてもマイナンバーカード義務です、マイナンバーカードを持つことは強制的なものですというような言い方はできないわけです。もともと法律で、任意で、自由である、持つことが自由である、そういうふうに定められているのがこのマイナンバーカードですから、今回、政府が急遽、昨年の10月に河野デジタル大臣がマイナンバーカード保険証、現在皆さんがお使いの、各種の保険証、これを来年の秋までに、廃止をする、なくしてしまって、実質マイナンバーカード保険証、これを強制するような、まあ、そういうことをやろうとしています。マイナンバーカードを持ってない人については資格確認証というものを発行するというふうに言ってます。これもコロコロその内容が変わって、1年ごとに更新をしなければいけないとか、もともと政権党である自民党の中では有料化すべきであるとか、まあ、さまざまなおかしなことが、言われてきていて、現在では一応5年間有効期間があるというふうなことで言われて、しかもマイナンバーカード保険証を持たない人については、保険者が送る、その人に送るということで、この資格確認書も、自分が申請をして取らなければもらえないというふうに最初は言っていましたけども、現在ではそうではなくて、実際にマイナンバー保険証を持ってない方には、いわゆる保険者の方が送ってくるというようなことに今のところは落ち着いています。ただこれだけ政府の言うことがコロ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 変わる中で、来年の秋までにどうなるのかというのは本当によくわからない、まあ、そういう状況が
あります。私たちは各種で世論調査を見ていても、約8割の方が今皆さんのお使いの保険証をなくすべきでないと、そういうふうにこう考えているわけですから、現政府、岸田首相含めて現政府が現在の保険証をなくすということを見直さざるを得ない。もうちょっとしたら、やはりそういう判断、そういう決断を下さざるを得ないだろうというふうに、私たちは考えています。これ以上、強引に保険証をなくすというふうなことを進めていけば、政権の維持に関わる。それぐらい、今、現在の岸田首相の支持率というのは、かなり下がってきている。その一因が、このマイナンバーカード保険証の問題をかなり大きな影響を及ぼしている。そういうふうに皆さんも、まあ、毎日のようにこの問題については不具合や漏洩が起こってますから、新聞市場も含めて皆さん、ご覧にならない日はないぐらい。それなのに、立ち止まってこの制度を見直す。来年秋にやめてしまう、保険証をやめてしまうということを未だに見直そうとしていない。そういう、現在の政権、やはりおかしいというふうに皆さんを感じられているんではないかと、私たちもおかしいというふうに感じています。ですから、ぜひ今、マイナンバーカードは対象者の10人に7人の方がお持ちだというふうに言われています。逆に言えば10人に3人の方はマイナンバーカードをまだ持っていません。ぜひ今日ご通行中の中で皆さんでやっぱりいろいろ疑問がある。情報漏洩も危険性がある。そういうふうにお考えの方はあまり拙速に急いでこれからマイナンバーカードやっぱり申請しなきゃいけないなというふうに思わないでほしいと思います。これから保険証がどうなるかというのはまだまだわかりません。焦ってマイナンバーカードを取って、そしてマイナンバーカードの保有率、持ってる割合が現在10人中7人ですけども、これが10人中8人になり、9人になり、まあ、10人中10人になるっていうことは、なかなかないとは思いませんけども、本当に持つ人がどんどん増えていくと、じゃあいいじゃないかと。保険証なくして、マイナンバーカード保険証に一本化してもいいじゃないかと。いうふうな、そういうふうな感じになっていく、流れていく危険性というのは、やはりあると思います。ですから、私たちはここで踏ん張って、マイナンバーカードを持ってない方は、マイナンバーカードを取らない。そして10人に7人の方、マイナンバーカードを持ってるけども、非常に不安だと。これだけいろんな事故や情報漏洩が起こってるマイナンバーカードを持っていて本当に大丈夫なのかというふうに思ってる方、マイナンバーカードを返すことできます。最寄りの役所、皆さんの最寄りの役所で、このマイナンバーカードを自主返納と言って、返すことができます。ぜひ、諦めないで、一旦マイナンバーカードを取ってしまったけども、やはり私もこんな危険なカードを持ちたくない。思う方は、最寄りの役所に行って、マイナンバーカードを返すという、そういう決断、そういう選択、大いにあり、だというふうに思います。私たちはそれも推奨しています。ただ皆さんちょっと気をつけていただきたいのが、マイナンバーカードを返せば、紐付けられた情報が消えるわけではありません。非常に構造が複雑なので、例えば、今問題になっている保険証との紐付け、これについてはマイナンバーカードを返しても、紐付けは解くことができない。いうふうに政府は説明しています。公的、給付金等の口座との紐付け、これについてはマイナポータルで
手続きをすることによって口座との紐付けを解くことができる。その他いくつかの情報との紐付けについてはその都度自分が確認をして紐付けを解けるのか解けないのか、解けるものについては解いた上でマイナンバーカードを返納する、そういう必要があります。非常におかしな話ですよね。自分の好んで取ったところが、そのマイナンバーカードのいろんな情報との紐付けについても不安だと。返せば情報の紐付けが解けるっていうのが当たり前のことではないかというふうに思いますけども、決してそういう構造にはなっていないんですね。返せばいいということではないので、皆さん非常に不安に感じられている方は、ぜひその点を確認の上、解ける紐付けをやめられるものについてはやめた上で、最寄りの役所にマイナンバーカードを返納してください、返してください。そのことによっていろんな紐付けをもししてしまったんだとすれば、それを解くことというのができるものが大いにあります。ぜひそのことをやった上でマイナンバーカードを返納する、返すということをしてください。マスコミでも随分報じられてますが、各地域で今マイナンバーカードが非常に不安なのでということで、最寄りの役所にマイナンバーカードを返す方がだいぶ増えてきてる。ただ残念ながら政府はマイナンバーカードを申請した人、そしてマイナンバーカードを交付した人、そして実際に持ってる人、この数は正確にホームページ上で明らかにしています。ところがマイナンバーカードを返した人は何人いるのか、こんな大切な数は明らかにしてないんですよね。合計で日本全国でどれだけの人がマイナンバーカードを返してるかっていうことは、それは集計してホームページ上では明らかにするってことはしてないんです。まあ、この姿勢を見てもですね、今の日本の政府の方向性っていうのは非常に明らか。どうしてもマイナンバーカードを多くの人に持たせる、ほとんどの人に持たせて、そして様々な紐付けをしていきたい。保険証としても一本化したい。そしてその後に考えられているのが運転免許証と一体化をして、マイナ保険証だけではなくて運転免許証、マイナ運転免許証、そういうようなカードの一体化もしたい。そして、在日の外国人の方々が現在お持ちの在留カード、これも外国人の方々を管理するカードで、現在常時携帯義務が課されています。このカードともマイナンバーカードと一体化をしたいというような計画、これも今明らかにされています。皆さん、カードが1枚になれば便利だと、本当にそうですか？たくさんのカードを私も財布の中に持ってます。でもそのカードが例えばマイナンバーカードに1枚になったとすれば、そこで紐付けられている情報っていうのが、10枚とか20枚とか持っていたカードの情報っていうものが、たとえ1枚になってそれが財布の中でかさばらなくなったとしても、マイナンバーカードをなくしたり紛失したり、そこから漏れ出る危険性がある情報っていうのは、格段にその危険性が高まる。それはマイナンバーカードの大きな問題でもあるわけです。ですから皆さん、マイナンバーカードを何でもかんでも紐付けて1枚のカードで非常に便利になりますよっていうふうに言われてますけども、1枚のカードでいろんなものと一本化して紐付けられるってことは、逆に言えばいろんな情報が芋づる式に引き出されてしまう危険性っていうものも格段に高まるということなので、単に財布の中のカードの枚数が減ると、マイナンバーカード1枚になるというような、そんな簡単な問題ではないわけですよね。今なぜ世界ではこの IC カードを
持たせるなんていうことはトレンドでは全然ないです。多くの国ではこうしたカード、国が推奨するようなナショナルカードを国民に持たせる、そういう国っていうのは今本当に少ない。イギリスではやろうとしました。でもうまくいかなくなって、イギリスではそのカードの仕組みを廃止をしてます。アメリカもヨーロッパも含めてですけども、そういうカードを強制して持たせて管理する、そういうような国というのは世界の中では本当に少数ですから、日本がなぜこの IC カードを私たちにここまで金をばらまいたり保険証で一体化したりすることによって何としてでもこのマイナンバーカードを持たせたい、そういうふうに考える、なぜそうなのか、いろいろ考えられますけども、一つはやはり民間もそのカードを使っていろんなことを紐づけていきたい。経済同友会の代表幹事の方は最近、来年の秋にマイナンバー保険証で一本化して保険証をなくすというふうに言ったんだとすれば、通常経済界では納期というのは守られて当たり前なんだと、だから一旦決めた期日っていうのは守るべきだというふうに、経済同友会の代表幹事が言ったというふうに言われてます。これは経済界の本音なんです。経済界でもこのカードを利用しながら自分たちがいかに儲けられるか、自分たちの商売をいかに、発展させられるかと、そういうことで言えば行政や政府以上に民間の財界や企業の人たちがこのマイナンバーカードを私たちに持たせて、そしてそれを様々な企業活動や商売に利用していく、それを望んでいます。なかなか大きく取り上げられはしませんけども、やはりこのカードをめぐっての莫大な利権というもの、それもこのマイナンバーカードをここまでして増やしていく、それの大きな理由になってきています。と、先ほど言った在留カードを外国人の方々が常時を携帯をしなきゃいけない、それと同じようにマイナンバーカードを私たちが持つことで、ゆくゆくは常に持ってないといけないようなカードにしたい。例えば歩いていて警察官がマイナンバーカード見せなさいと、いや持ってません、それは法律違反になります。今法律はそういうふうになってませんよ。皆さんマイナンバーカード持ってなくたって警察官がマイナンバーカード見せろっていうふうな、そんな権利は一切ないです。だけどもやろうとしていることというのは、ここまでマイナンバーカードを増やして全員に持たせようということは、それを例えば職務質問の時にマイナンバーカードを持ってないのかというふうにやはり問いかけられ、持ってなければそれはダメだというふうな、そういう仕組みを最後は作りたいんだというふうにやっぱりちょっと考えざるを得ないような、そういうやはり強引さが今の政府の中にはあると思います。ここまで事故や情報漏洩が出てきていて、今一斉点検というのをしてます。でも皆さん一斉点検を本当にするんだったら、この仕組みや制度を一旦止めないとダメですよね。いろいろ問題があるというふうに言われてるわけですから、制度や仕組みを走らせながら点検を同時に行うって、普通常識的に考えてありえない点検の仕方ではないんですか。問題があるような仕組みっていうのは一旦止めた上で点検をする、それが本来の点検のあり方でも、そういうような点検の仕方をしてないです。しかもその点検というのは自治体やそれから健康保険組合などの保険者、この人たちに全部押し付けて非常に短い期間の中で点検をしなさいと。で、これ役所の人たちも通常業務やってるんですよ。通常業務をやりながら非常に短い期間の中で全部点検をしろというようなことを自治体に、今河野デジタル大臣を中心にデジタル庁が迫ってる。本当に無責任、
自分たちが作ってきた制度でありながら、その責任っていうのは、いろんなミスっていうのは自治体や全国保険組合などの保険者の人たちの責任に転嫁してしちゃってます。自分たちは何も悪くない。河野デジタル大臣は、つい最近自分の給料を3ヶ月返納するということをやっと発表しました。でもあれだけの事故や情報漏洩が起こったんであれば、そのトップのデジタル庁のデジタル大臣、河野大臣は即刻辞任が普通じゃないですか。3ヶ月、給与の返納、そんなことでお茶を濁されるような、そんな事態ではない。やはり、あれだけ情報を隠蔽してきて、番号法が成立した直後に、あれだけの事故や情報漏洩っていうものが出てきた。本当にデジタル庁というのは情報隠蔽官庁なわけですから、そのトップの河野デジタル大臣は即刻辞任。それがやはり当たり前のことであって、給与をちょっと返したからって責任を免れられるようなそんな問題ではないというふうに私たちは考えています。9月の1日、今年の9月の1日は、そのデジタル庁が会長して2年になります。なかなか皆さんデジタル庁って何やってきたかってわからないかというふうに思いますけども、このマイナンバー制度、マイナンバーカードについても基本所管しているのが、今まで総務省だったのが、現在はデジタル庁になってます。2年経ったデジタル庁に対して私たちは9月の1日の夕方6時から、デジタル庁をやはり一旦解体した方がいいんじゃないか。デジタル大臣辞めるべき。そして保険証はこのまま残せというような宣伝活動をデジタル庁、千代田区の清井町ですね。すごい高層ビルの中にデジタル庁あるんですけど、デジタル庁の前で、宣伝活動をやっていきます。ぜひ注目をしていただければというふうに思います。現在、新宿駅南口で、ピンクのリーフレットを配っています。すごく暑い日が続きますけども、このマイナンバーカードの問題も非常にホットな話題です。スピーカーをちょっとどんどん変わってきますね。ごめんなさい、話しすぎましたので、リレートークで。はい、すいません、飛び入りで今日はここで、マイクを持たせてもらいました。皆さん、マイナンバー、これ自己責任なんですよね。マイナンバー、そしてマイナンバーの自己責任ね、何があっても自分で、はい、若い人皆さんなんかね、マイナンバーを、まあ、初め作らなかったけど、なんか2万円ポイントそういったので釣られちゃって、ポイントクーポンね、それから何ですか、 GoTo キャンペーン、消費でいっぱい上げてね、これ利権とか財務省の要求なんですよ。そこを分かってなくね、次から次とね作って、ぜひ返納してください。保険証は今のまんまでいいんですよ。マイナンバーでいくらかかってるかというと、2兆円ほどかかってる。それなのにみんなね、なんか当たり前のようになってきてる。これおかしいですよ。そしてこれを資格確認書とか言って、なんか5年間ぐらいいいようなこと。ね。もう騙されちゃいけないですよ。ね。これもう241億円ですか？ね。おかしいの、もう気がつきましょうよ。自民党、公明党、維新。ね。それから賛成党入れるとこうなっちゃう。ね。反対の方入れてください。保険証とかいらないっていう方ね。令和とか、それとか、共産、社民、そちらの方にぜひね、もう一つ言いたいのは、皆さん、野党がだらしないっていう場合に、5000万人の人が選挙に行かない。ね。国民がだらしないんじゃないですか。ね。皆さんね、こんな政権続いたら、一番は国民が、ね、大変なことになる悪夢が続いてるんですよ。ぜひ選挙に行かないと。自民党とか誰から保険証ね、せっかく何もね、皆さん保険証廃止とか、いいんですかこれで。はっきり忘れてますね。ちょっと話ずれるかもしれませんが。
あの統一教会ズブズブなんですよ、ね、地獄に唾を買わないと地獄に落ちるという人にマイナンバーというのは保険、通帳まで、ね、紐付けする、全部一緒にする、ね、財産分取るぞみたいな話ですよ。命も財産も全部、権利も全部分取る、憲法は変えば基地は作るわ、もう怒んないとダメですよ。皆さん選挙に行ってください。一言じゃないですよ、ね、やばいよやばいよ本当にね。ぜひね、保険証マイナンバーまだ持ってる人、ね、なんか安くなるか、保険証がなんか、だかね、ペナルティーかなんかで、ね、なってる、もう返してくださいよ。そして反対、ね、ぜひぜひね、保険証これこういう政権だからこうなってる、話ちょっとずれますかね。武器だって狙われてる敵が攻めてくる、この政権だからこうなってるんですよ。まともな政権、皆さん一緒にね、北欧とかやっぱり投票率が多い、みんなが一生懸命話す、ね、何があってるか、日本中の皆さん危機感感じて、ぜひ、マイナンバーはダメですよ、ね、声上げていきましょうよ。私はね、自分が、ね、気づいて自分がね、例えばこれいらないって言って連携しますから、皆さんが多くマイナンバーを作ると強制的になっちゃうんですよ、ね、巻き込まれるから嫌なんですよ、ね、私令和とかごめんなさいね、令和とかそっちの方入れて、ね、消費税は廃止だったら私が身分証明書見せて、あなたね、消費レジのとこで0円だったら私はもう個人の問題だったらいいですよ。ところがね、みんながね、騙されてマイナンバー作るからこっちまで強制的になっちゃうんですよ。ぜひね、この国全然ね、腐敗してますから、全然景気なんか良くならない、これからね、どん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 苦しい、ね、こっち言うがまま、言われるがまま、もっと怒ってください。世界ではマイナンバーとか、廃止とか、廃案とかなってるんですよ。ね、そうですよね。はい、ぜひね、若い人が選挙行ってください。ね、野党がだらしないというキャッチフレーズに騙されずに、ね、キャッチフレーズですよ。中身はこの今の政権がとんでもないことやってることを知ってください。そして一番だらしないのは選挙に行かない国民、若者、ね、頑張りましょう。一緒にね、声上げていきましょう。ありがとうございます。暑い日が続きますけれども、ちょっと聞いてください。新宿の駅とご通行の皆さん、私は元教員なんですけれども、社会科の教員です。高校で日本史や世界史を教えてましたけれども、その中で第二次世界大戦末期にインバール作戦というのがあるんですよね。インバール作戦というのは、インドを攻めようという考えを起こして、インドのイギリス植民地をですね、日本軍が奪回しようという無謀な作戦を立てるわけですけれども、もうこれは最初の最初からダメな作戦なんですよ。だけどもダメな作戦でもですね、誰も止める人がいなかったんです。誰も止める人がいなくて、最後の最後までインバール作戦は遂行されるわけです。今の岸田政権がやってること全てこのインバール作戦なんだなというふうに最近思ってます。ダメなことをやっても誰も止める人がいない、非常に危ない状態に今なってるんじゃないかと思います。マイナンバーですけれども、そのデタラメさは最初から分かってたんですよ。分かってるから我々はこういったところでかなり前から裁判にも訴えて、マイナンバーはダメとすいません、言ってきたんです。ところがですね、国会ではデジタル関連法案が通って以来、
これ菅政権の時ですけれども、デジタル庁ができて、それ以来ですね、デジタルっていうともう泣く子も黙るというふうな雰囲気になっちゃってるわけですよね。デジタルといえば何でも言うことを聞く、聞かせられる。河野大臣はですね、二言目には DX っていうんですね。デジタルトランスフォーメーションということを言うんです。デジタルの新しい時代だから、これに乗り受けちゃいかんということを言って国民を煽ってるわけですよね。で、そういった状態で、あります。しかしその欠点というのは、問題点というのはもうすでにここ1年間で十分明らかになった通りなんですが、だけども止まらない、止まらない。なぜか、一つは官僚のメンツがある。官僚のメンツがあって、かつての第二次世界大戦末期のインバール作戦も軍部のメンツがあったわけですよ。軍部のメンツがあって、これがダメだと認めたら、もう、なんて言いますかね、そのメンツ言うことを聞かなくなってしまって、それからですね、やめられなかったわけですよ。同じように現在も、もしここで、ダメだということを認めると全部崩れてしまうという、そういうふうな恐れから絶対に認めないんですよ。まさにこれは、制度の末期といいますか、そんな状況が今訪れているわけです。マイナンバーについて少し言いますと、今度の臨時国会で多分新しいデジタル関連の法案が出されるというふうに新聞に小さな記事で載ってたわけです。それ何かと言いますと、医療関係の情報を、医療関係の情報をカードに紐付けをするということです。医療関係の情報というのは、これは何年に どこが悪くて、どういうふうな薬を投与されてどうだったかということ、医療情報です。これが究極の個人情報なんですよ。これは誰にも見せないのが原則、誰にも見せないのが原則だったんですが、その医療情報をマイナンバーカードに、マイナンバーに紐付けをするという、そういった法案がこの秋にも出されそうなんですよ。とんでもない話なんです。我々は病院に行くとこの情報を研究のために、出していいかどうかということを必ず聞かれるわけですよね。で、僕は大抵いいですよと答えちゃうんですけれども、今度のデジタル庁、デジタル法案のは聞かないで、自動的に医療情報が全部載っちゃう、出ちゃう。こういったことになって、で、このことをですね、なんでそんなことをやるのか、私は理由が2つあると思ったんです。1つは、資本です。製薬会社。莫大な情報が自分のところに入ってくるわけです。それからもう一つは、これは言いませんけれどもあるんです。それは国民の健康情報を国がキャッチすることなんです。健康情報を国がキャッチすることによって、誰が役に立つのか、誰が役に立たないのか、その色分けをするんですよ。色分けをするデータを国がつかむ。こいつは役に立ちそうだからいろいろやってもらう、ついでに元気そうだからちょっと
まあ、自衛隊に行ってもらうかとかですね、そういった分仕分けをするための重大な情報が健康情報なわけです。私は断固反対、断固反対。なんでですねマイナンバートラブルが起こっていながら国は一切変えないのか、一切変えないのか。マイナンバーは彼らが、つまり国がですね、重要な国民情報を、国民の個人情報を一手に見ることができる、とんでもない旨味があるものだから、絶対手放さない、絶対手放さない、そういうような状況に今あると思っております。それから変わりますけれども、この財界の経団連ですか、ちょっと名前は覚えてないんですけれども、どこだっけ、財界の有力メンバーが言ってますね。岸田内閣に対して納期は守ってもらう、ね、納期は守ってもらう、つまり保険証を廃止してカードに一元化するのは、これは納期だって言ってるんですよ。経済同友会、経済同友会、企業どこだっけ、サントリーの元会長、サントリーの会長か、それがそんなとんでもないことを言って、今SNS で大問題になってるというようなことが言われてますが、つまりこれが納期なんだっていうふうな言い方、マイナンバーをカードの普及を狙ってるのはやはり財界なんですよね。これが金づるになる。それともう一つ、今は言ってない、今は言ってないけれども、まあ古い言葉ですけど国家権力なんですよね。古い言葉ですけれども国家権力、それが狙ってるんですよ。こういうふうに情報を一元的にして、個人に要求する、こういったことがいろんな国で行われてます。例えばロシアではそういう情報を一元化して、スマホにですね、招集令状が来るというようなことが言われてますけれども、そのように使われていることなわけです。私たちはマイナンバー絶対反対、多少不便になってもいいじゃないか、何でもってそんなに便利を求めるのか、私は思います。二昔前までは、なんで便利ばかりを求めるのかという世論は結構多かったんですよ。多かったんです。ところが最近は、もう猫も百姓というか、デジタル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 。私は、こういうふうな風潮に断固反対をして、残りの人生、最後まで頑張っていきたいと思います。どうも。これで終わります。はい、すみません。新宿南口の皆様こんにちは。私は東京の北区から来ました。北区ででもですね、街頭宣伝をやってまして、田端の駅とか王子の駅でやってます。このマイナー保険証のことだけやってるわけじゃなくて、汚染水反対とか文革反対とか、いろいろ他のことも一緒にやりますが、いつもこの旗をですね必ず掲げてやるようにしています。そうすると、なんていうんですか、3つぐらいね、憲法大事にしようとか文革反対だとか汚染水反対だとか、それからこのマイナのこれもやってると、結構今の問題なんで、マイナ保険証のことで私は絶対に反対です。この前田畑で、でも署名はありますか、でもするんなら一緒にやりますと言われました。確か前7月15日にデモしたと思うんですけど、またデモした方がいいかもしれないですね。
と思いました。それでツイッターを見てたらですね、北区の区議さんで、新社会党の、若い区議さん福田さんという方がですねツイートで、私は北区議会で何度も表明してきましたが、マイナンバーカード、そしてマイナンバー制度そのものにはそのものに私は反対です国民をみんな番号をつけるなんて、まるで私たちを家畜にしてるみたいじゃないですかっていうツイートをしてらしたので、大勢の人に来て話していただきました。福田光一の新社会党の区議さんが言われたことというのは、今までずっといろいろ名前を変えながらやってきたけども、国民みんなに番号をつけて紐付けして、それででもあんまり進まなかったけど、進んだのは、コロナになって給付金が10万円みんなに皆さんに降りたと思うんですけども、この10万円給付金がなかなか降りなくかって、その時に、日本はデジタル後進国だから、デジタル後進国だからデジタル先進国にしなくちゃいけない、だからデジタル庁を作ってこういうふうなマイナンバーをしなくちゃいけないという主張がされたけど、それは真っ赤な嘘であって、それは政府がなかなかもうイライラするほど遅くまでこの10万円の給付に関して決めようとしなかった。それを、マイナンバー更新デジタル後進国だなんて言って、これを急がせようとしたのはおかしいということと、それから、いろんな人たちの紐付けをしてサラリーマンだとか、普通の、中小企業の人たちに紐付けをして税金をちゃんと全部取っていこうとする、そういうこともあるんじゃないかと思うけど、これに対しても、金持ちからも、今まで税金逃れしてた金持ちからも税金がちゃんともらえるから、このマイナンバー制度はいいんじゃないかという、そういう声があるけども、これも違っていますと。大金持ちというのは、なんか民主党の時の、国民安全保護条例でしたから、それの対抗にも書いてあったそうなんですけども、ものすごい大金持ち、今困ったことをこれをやろうとしている、利権を得ようとしているような、そこまで言わなかったですけど、大金持ちの方というのは大量のお金を、銀行とかそういうふうなことを経由しないで送るので、全くこのマイナンバーをつけてもやっぱり税金逃れは、してしまうんだというふうな話をしてくださいました。そんなことをしながら、これからあと1年あるからと言っててもなんか1年ってすぐ経っちゃうんですよね。だから皆さんもこういうふうな大きなとこだけじゃなくて、自分たちの地元のとこで、なんとなくこう掲げていると、なんとなくじわりじわりと浸透していくものがあると思うので、それぞれ地元でも頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ご通行者の皆様、毎度毎度お騒がせしております。私は埼玉県越谷市から参りました。ですね、今度の9月に市議会が始まるんですけれども、それに間に合うように請願書を出すことにいたしました。請願書の内容というのはですね、今の現行保険証、これを廃止しないでくれという意見書を国に出してくださいというお願いの請願書なんです。自民公明がやっぱり多いもんですからね、おそらく、通る可能性は低いです。低いんですけれども、これ皆さんね、全国でやっていただきたいんですよ。意見書でも請願書でも何でもいいんです。どんどんね、出して今の保険証をなくさないでっていうことを自分の自治体、お住まいになっている自治体にぜひぜひ働きかけてください。私もちょっと請願書ってのは初めてで、意見書は出したことあるんですけども、
請願者集めてね、やるっていうのは初めてちょっとわからないことも多かったんですが、なんとか、提出できそうです。でこういうことをですね、皆さん全国でやっていただきたいと思います。それともう一つですね、これは私の体験談です。体験談なんですが、先月ですね、某大学病院を受診した時に、いつも会計の時に保険証を提示するのですが、その時に、保険証提示しなくていいですって言われたんですね。なんでですかって聞いたら、オンラインで確認できますって言ったんです。って聞いたら、もうその提示しなくてもオンラインで保険証の確認できますから、もう保険証出さなくていいですよって。これからはね、これは5月から、そうなりましたっておっしゃってました。で私ねちょっと心配性なんで、ちょっとそこの、窓口でね聞くわけにいかないので、翌日電話して、その大学病院に電話して事務局のところで聞いてみました。でまあ万が一ですね、私ちょっとマイナンバー反対してるものなんですけれども、万が一私のマイナンバーとその保険証を勝手に紐付けたわけではないですよねって聞きましたら、いやそれはないですと。今の保険証の番号を、今私国保なんですけど、その国保にから出されている保険証の番号をオンラインで、見られるようになってると。だから確認の件に関しては保険証は今後いりませんという話でした。これは国保だけのことなのか、他の健康保険組合がどうなっているか分かりません。そして、その病院だけなのか分かりません。そして、ということで、もしねそういう経験された方がいらっしゃいましたらね、情報をお寄せいただければと思います。それとついでにですね、私いつもいろんな場所と5、6カ所病院ちょっといろんな ところでかかってるんですけど、観察するんですけど、カードリーダーを置いてあっても全然使ってないところ多いんですが、特に大学病院にはですね、そのカードリーダーが見当たらなかったんですよ。これでどう見てもないんですよね。だからそのことも聞いてみました。カードリーダーは義務付けられてますけれど、お宅置いてないですよねって言ったら、ちょっと罰悪そうな感じで、いやありますよ、そうですか、変ですねみたいな感じだったんですよ。明らかにね、窓口に置いてないんです。それで、つまりだからこのオンラインでも保険証の確認は済むということであれば、この資格確認書なんてことは本当にいらないんですよ。だからそのこともね、これでしたらね、オンラインでこうやって確認ができるんでしたら、マイナンバーカードいらないし、資格確認、ましてやね、資格確認書なんかいらないですよねって言ったら、まあ、とかって言ってました。だからこれがね、特にね、大きい病院ほどカードリーダーないです。つまり、それを使って、仕事が滞る、業務が滞るよりも、紙の保険証を出して、あるいはこの今回私が経験したようなオンラインでつながってる、そこで確認パッとできます。本当に数秒のことでした。だからよっぽどその方が能率がいいんですよね。だから大きい病院ほどカードリーダーないです。それと小さなところで致し方なく置いてあっても私がかかってる中で一つの病院だけです。マイナンバーありますかって聞かれるのは一箇所だけです。あとは飾りのように置いてあるだけです。それでマイナンバーカードを促すような医療機関はないんですよ。でしかもその促してる医療機関でさえ、本当に2人か多くても3人なんですよ。使うのがね、ほとんどは今の保険証を、出しています。なのでね、この資格確認書に、240何億ですか、そんなとんでもない無駄遣いです。だからこのオンラインで確認がもうすでにできてるっていうことを皆さん経験していらっしゃれば、ちょっと情報をお寄せいただければありがたいと思います。何しろこういうね無駄遣いをさせない、我々の血税ですから、本当に今税金の使い方にもっともっとね、みんな目を光らせて、国民は選挙の時しかねちょっと意思表示できないんですが、
本当に選挙のと選挙に行って世の中変えていかないと、私たち の, 暮らしが本当にね命を取られるような事態になります。本当にその点だけはね皆さん分かってください。で若い方はこれから自分たちの人生がこれからかかってるわけですから選挙に行かないってことはないですよ。本当にね、行きましょうね。よろしくお願いいたします。どうもお騒がせしました。新宿駅南新宿駅南口をご通行中の皆さん、本日私は神奈川県横浜からこちらに来ました。横浜の人口は377万、その地方最大の自治体において多くの市民団体が横浜市の方の窓口に行ってデジタル関連部署が窓口になっております。私たちの市民の暮らしを守るのが地方自治体です。国は私たちを守っていない。昔から国は責任を取らない。このマイナンバー特に悪質なのは自主申告です。国民が自ら申告しているからそのあり方に対して政府はただ支援するだけ、責任は取らないんです。国民一人一人が自主的にカードを申請するという自己申告だから国は決して責任を取らない。昔の戦前戦中の社会のあり方、若い人が戦争に行くときに自ら志願をしていくというやり方、志願をしていくというやり方を政府はしっかりと引き継いでいます。国民が自ら申告したこと、トラブルが起きてもそれは政府が関与することではない、末端の地方自治体が対応することであると。ですから私は横浜市の方に行き、政府は私たちの生活を守らない、私たち国民の暮らしを守るのは地方自治体である、私たちの生活暮らしを守る地方自治体が国に対してこんなふざけた制度は許しがたいとしっかり言うべきである。国は国民が自己申告をしてマイナンバーカードを選択したと、国民が自ら自分たちがこのカードを選択しているんだから国はそれを支援するという立場、責任を負う立場ではない。窓口である地方自治体がトラブルを起こしている、嘘をつけと言うんだよ、国は責任を負わない、国は昔から嘘をつくということをしっかり皆さん理解をしてほしい。人間大使を学んで軍隊が拡大して戦線を拡大して最終的に多くの若い兵士が死んだ、みんな戦争は徴兵制度ということよりもまずもって国民が志願したものを国が支援するという立ち位置に立ちます。ですから国は責任を負わない、国はそれを支援するというような
ふざけた論理構造がこのマイナ保険証マイナンバーです。国民が自らこの制度を選択した。だから国は責任を負わない。責任を果たすのは窓口である地方自治体、それから皆さん、病院のセキュリティなんていうのはとんでもないレベルですよ。デジタル化において日本に多くの病院がありますが、そのセキュリティはお粗末と言ってもいいです。それを責任を国は負わず、病院に責任を転嫁するんです。ですから医者は怒ります。資格証明書なんていうふざけた制度を作り出すのは愚かな役人です。ですから被験者としてしっかりと地方自治体に、私たちの生活暮らしを守るのは地方自治体である、被験者としてしっかりとした立ち位置を示していく、それが必要です。マイナンバーは直ちに返納してください。マイナンバーは国民を番号でコントロールするという、まさに国民を日本列島を収容所としている、そんな愚かな政府にノーを伝えるためには、マイナンバーを返納する紐付けは許しがたい。 G7 で唯一この政策を進めているのは日本だけ。あのイギリスでさえも保守党が政権を握ったとき、このナンバー制度は撤回しました。こんな愚かな制度を進めているのは軍事大国、軍事国がみんなやっております。私は中国にもヨーロッパにも多くのところに行っております。元外資に勤めておりましたから、世界の在り方を知るに及ぶにあたって、多くの人たちよりも時間をそのことに割いておりますから、世界の趨勢というものは承知しています。皆さん、国民をコントロールするこのマイナンバーカードを直ちに返納してください。返納することによって不利益はありません。利益がないから人の生活を苦しめて、2万5千円の税金、それも私たちの税金で皆さんに馬の鼻面に人参をぶら下げるように、2万5千円をぶら下げてやっている。メリットはわずかそれだけ。金を配って人の心を奪う、国民の生活を、国民の生活を守るのは地方自治体。国の政策、43兆円もの軍事費を武器戦争に使い、軍事大国、世界第3位の軍事大国になる必要はない。地方自治体としてしっかり私たちの生活暮らしを守る、そのためにこんな制度、直ちに国に対しておかしい。お前たちが責任を負うことではない。国が責任を果たさないような制度は、被験者である私たちの生活暮らしを守らない。私たちを客体として処置をしているのが個人情報保護法です。私たちは被験者である。それを単なる客体として、私たちの個人情報を利用するふざけた制度が個人情報保護法、
私は横浜市会に直ちに私たちは主権者である物事の客体ではない、直ちにこのような制度はおかしいと、直ちにおかしいと意思表示をしました。皆さん主権者としての立ち位置を示してください。 23% の23% の投票率で埼玉県の知事が決まる、これほど情けない、主権者としての立ち位置を示さない、考える習慣、考える能力があるか、戦前戦中とは違います。主権者としての立ち位置を示してください。おかしなことにはノーを伝える、それが主権者としての立ち位置です。社会契約論という本を読んだこともない、二元代表制そのものも理解してないような地方議員、許しがたいと思っております。皆さん、私たちの生活暮らしを守るのは地方自治体、地方自治体に責任をなすりつけたり、病院のセキュリティがお粗末だと病院に責任をなすりつけるような、こんな政府のやり方にしっかりとクレームをつけていく、それが私たち主権者の立ち位置です。終わります。新宿駅ご通行中の市民の皆さん、一応の4時から5時までということで1時間この場をお借りして宣伝活動を行ってきました。なかなか暑いので今日は、定例だと2時からやってたんですが、今日4時から約1時間、宣伝活動を行いました。普段にも合わせていろんな方々がリレートークの方式で、自分の言いたいことを、お話をするというような形でこの宣伝活動を進めさせていただいています。若干の主張内容に違いがあったりもしますけども、そういうことも含めて今私たち市民が怒ってるんだと、やはり今政府がやってることっていうのが非常にめちゃくちゃなことをやってる、保険証をなくすっていうようなことを撤回を未だにしてないっていう、まあ非常におかしな状況は続いています。もう今一歩だと私たちは思ってます。ぜひ皆さん、マイナンバー保険証なんかが強制されるような、そうした世の中が到来しないように今声を上げていかないと、強制が実際になされてしまう、嫌だと思うことが、義務化をされてしまう、そんなこと、そんな世の中が来ないようにぜひ、いろんなところで声を上げていきたいと思います。9月の、1日デジタル庁が開庁して2年になるので、9月の1日、千代田区の紀尾井町にデジタル庁に入っているビルがあります。ここで6時から1時間やはり宣伝活動、河野大臣はやめろ、保険証は残せ、宣伝活動をやりますので、ぜひ皆さん注目、もしできたら来て一緒に声を上げてほしいというふうに思います。どうも皆さんありがとうございました。じゃあ、参加された皆さん、一旦こちらの方にちょっと集まってください。よろしくお願いします。